はい、それでは今日の授業を始めたいと思います。で、前回はその、痴漢の説明の2回目ということで、痴漢の席ですとか、それから逆痴漢といった話、それから、互換という概念をやりまして、で前回の授業の最後の方でその互換と阿弥陀くじの関係についていくつか説明しました。で、今日はまず最初にですね、その前回最後にやりました、任意の痴漢はその2つの数字の互換の積、互換の積で表せますというその定理の、応用としまして、いくつかの特にはその阿弥陀くじを作るのに役に立つ事実について説明したいと思います。ではまずですね、前回最後にやったのが、教科書68ページの上の方にあります定理 3.3 というのがありましたけれども、その定理 3.3 の、K というのを説明しましょう。で、数学で、K と書きますと、その、定理、ある大事な定理からですね、その導かれる、その、比較的その簡単に導くことができるような、その、付録というか、そういった性質のことを、よく K というふうに表しています。で、その定理 3.3 は、その、任意の痴漢が、互換の積で表されるという話だったんですが、実はその互換がですね、隣り合う2つの数字の互換の積になるという話です。最初に用意するのが、その任意の数字の互換を用意しましょう。互換というのは何だったかというと、もう一度先週やったことを復習しますと、その痴漢の中でも、特にこの2つの数字をだけを取り替える、そういう痴漢のことを互換と言いました。で、ちなみにこの互換の表記の仕方から、この互換というのは、巡回痴漢の一つでもあるということにも注意しましょう。で、ここで、一応、I1 と I2 の代償関係は、普通は、互換を書くときには、左側の数字より右側の数字が大きいように書きますので、こういう代償関係が入っているものとします。で、この任意の数字の互換ですね、ここは例えばその、SN という N 個の数字の痴漢ですと、その1から N までの数字のうちどれか異なる2つがここに入るわけですが、これが実は、隣り合う2つの数字の互換の積で、表されるというのが、その、今日最初に説明する、性質、事実です。で、一応ですね、その実際にその、表し方を、書いておく、知っておくのは、損ではないと思いますので、一応これは証明の中に入るんですけれども、一つ書いておきたいと思います。じゃあその2つの隣り合う数字の互換の積をどう書くかっていうと、まず、与えられた互換があるわけですね。I1、I2 っていう与えられた互換があったとして、ただし、I1 より I の方が大きいと。で、これが、
その隣り合う2つの隣り合う数字の互換でどう表されるかというと、まず IH と IH プラス1、次に IH プラス1と IH プラス2、以下同様に点点点といって、I2 マイナス1、I2 ときて、で、今度は I2 マイナス2、I2 マイナス1。で、だんだんまた番号が下がっているわけですね。で、また下がっていって、最後に I1 プラス1と I1 プラス2が来て、最後に I1 と I1 プラス1と。実は、この2つの、じゃあ、この互換ですね、この互換っていうのが、その隣り合う2つの数字の互換の積を使うと、少なくともこういう積には分解することができると。で、これが本当かなと思う人は、実際にこの痴漢の積ですね、この I1 を、これを使って、この I1 という数字をこう順にずらしてみると分かると思います。例えば、ここにですね、I1 をこれで移してみると、まずこの痴漢で I1 プラス1に移って、次にこの痴漢で I1 プラス2に移って、というふうにどんどん移っていって、最後にここで、I2 マイナス1に移るんですかね。で、最後にここで I2 に移ると。で、それ以降はこちらの痴漢では移りませんから、そうすると結局 I1 っていうのはここまでで I2 に移って、あとこちらの痴漢では移りませんので、最終的に I1 は I2 に移ったりということが分かると、思います。それから、今の説明がいまいちよくピンとこないという人はですね、実はこれ、阿弥陀くじで考えるとこともできまして、で、例えばそうですね、この2の数字の互換ですと、この1、4という互換を考えてみましょう。この場合、1、4というのは どう変えるかっていうと、この左から、何番目っていうのをこの数字で表すわけですね。そうすると、左から1番目のこの文字の A と、それから左から4番目の文字の D を、こう、1を入れ替えるような、そういう互換を考えましょうというわけです。で、そうしますと、この A がですね、スタートは左から1番目にあったものが、ゴールでは左から4番目に来ると。それから逆に左から4番目にあったスタートのところで左から4番目にあった D という文字がスタートのところでは左から4番目にあった D という文字がゴールのところでは左から1番目のところに来ると。で、B と C はそれぞれ位置を変えないと。まあ、こういうその条件を満たすような阿弥陀くじをこう作りなさいって言われたら、そのどうすればいいかということなんですけれども、先ほどのこの上の証明で書いた、この隣り合う、2つの数字の互換の積ですね、これを例えばここの例で書くとどうのようになるかというと、実はこのような阿弥陀くじを作ると、そのこの A と D だけをうまくひっくり返すことができるっていうのが、この K の証明である組み立てているこの隣り合う2つの数字の互換の積が述べているところです。あとは実際にですね、この疑問に思った人は皆さんこの阿弥陀くじを実際にたどってみて、それから ABCD から始まったスタートしたところがそれぞれどの文字に移るかっていうのをやってみると、確かにこの阿弥陀くじで A と D だけの文字が入れ替わっているということが分かると思います。ということで、
とりあえずその2の数字の互換は、2つの数字の互換の積で、まあ、表されるという事実が、分かります。ここまでいいですか？で、あ、そっか、ちょっと 番号つけておきましょう、今日は。これ、計1にしておきましょう。それで、まあ、上のですね、定義、これまでやったその定義 2.3 と、計1から、まあ、次の、まあ、事実が分かれた。いうことなんですけれども、それを一応 K の2というふうに表しておきますと、K の2はどういう内容になるかというと、2の置換シグマは隣り合う2つの数字の互換の互換の積で表されると。ということがその前回の授業の最後でやりました定理 2.3 と、それから今先ほどやりました K の定理1を合わせると、このことが分かります。で、前回の授業で説明しましたように、この阿弥陀くじのこの部分ですね、この部分端っていましたけれども、この端の部分というのは、実は隣り合う2つの数字の互換ですという、互換という話をしました。でそれから、まあ、阿弥陀くじを見てもらってですね、それからその置換の積と対応づけてちょっと考えてもらうと分かると思うんですが、この阿弥陀くじの端をどんどんこう書いていくっていうことは、その隣り合う2つの数字の互換の積を作っていくと同じ意味のことをやってるということも分かると思います。ですので、その結局そのこの置換と阿弥陀くじの関係に関して言えることは、ゆえに2位の置換シグマは阿弥陀くじで表すことができますよというのが、そのこれまで前回とこれまでの内容で分かったことです。一応ですね、その道筋をもう一回振り返って考えてみますと、振り返ってみますと、なんか、置換シグマが与えられたっていうんですね、それが前回の授業で説明しました事実からしますと、2位の置換は、巡回置換のまず積で表すことができますと。で、さらに巡回置換の積というのは、巡回置換の積ですね、それぞれの巡回置換が実は互換の積で表すことができます。
で、さらに、その五感の積というのが、今、K の1でやりましたように、まあ、隣り合う2個の、まあ、数字か文字の五感の積ですね。五感の積で5を表すことができますと。で、すなわち、この隣り合う2個のその五感の積というのは、実は阿弥陀くじで書けますから、そうすると、まあ、前回の授業の議論からこう順にたどっていくと、あの任意の置換というのは、その阿弥陀くじで表すことができるという話で、一応その、この五感とですね、その置換と阿弥陀くじの関係についてあの話をしました。ここまでで何か質問がありますか？後ろの方見えますか？もうちょっと上げますか？この辺でいいですかね。黒板が見づらい人がいましたら、もしいましたら随時教えてください。ですので一応ですね、今日配りましたレポート課題の、多分解く上での道筋がここに出ていると思いますので、まあ、皆さん各自もう一度その前回とこれまでやったことを復習して取り組んでみてください。はい、いいでしょうか。じゃあ次の話題に進みますけれども、その次はですね、実は行列式を定義する上ではもう一ステップ必要な知識がありまして、それが、置換の符号と呼ばれる概念です。それからこの符号という概念に付随しまして、この置換には、置換はですね、その偶置換と呼ばれるものと、帰置換と呼ばれるもの、この2種類に分類できるということも話をしたいと思います。で、まず、もう少し映しますか。なんでこういう話をするかっていうことなんですけれども、先ほどまでの話でですね、その任意の置換がその五感の積で表されるという性質をやりました。で、実はこれからその行列式を定義する際に大事なことが一つありまして、その任意の置換を五感の積で表したときに、その積の個数がその偶数になるか、奇数になるかっていうのが、その今後行列式を定義する上で大事に重要になります。一応皆さんまだそのなんで重要かはまだよくわからないかもしれませんが、とりあえず重要だと思ってください。でそこでまあ、これから述べますその置換のですね、符号というものを定義しまして、でそれによってその置換を与えられた置換を五感の積で表したときに、まあ、その符号がどうなるかと、という性質を、まあ、調べていくことにしたいと思います。というわけで、まずその置換の符号というのを定義するんですが、このシグマをその、まあ、N 文字の
置換 N 個の数字の置換としましょう。このシグマに対して、次の式で、定義される、イプシロンシグマという式なんですが、これを、置換シグマの、符号と呼ぶことにします。で、そのイプシロンシグマという式がどこに書かれているかということなんですが、教科書では、教科書68ページの、定理 3.4 というのがありまして、その定理 3.4 の、証明の3行目に書かれてありますので、教科書を持っている人は見てみてください。一応、板書もしておきます。板書もしておきますが、教科書に載っているものは、なるべく板書しないで済ませたいという人は、その定理 3.4 のところの定義式を見てください。で、このイプシロンシグマというのは、π という記号は皆さんも慣れたかと思いますが、積を取るですね、シグマは和を取る記号でしたけども、π は積を取る記号です。で、この i 小なり j ですか、これについてはまた改めて説明します。それで、こういう有理式の積を取りなさいっていうんですけれども、分母が j-i で、分子がシグマ J マイナスシグマ I と、こういうものの有理式の積を取りなさいということなんですが、じゃあ、I と J はどのように取るかというと、ここにありますように、これはですね、I が J よりも、I よりも J の方が大きくて、かつ、その、I と J がですね、どちらかが、1と n の範囲内で この条件を満たす i と j 全ての組み合わせを取りなさいということを言っています。ですので、その一例として、教科書にもあるようにある程度展開した式を書きますと、例えば、j を2と置いて、2と置くとその jイコール2よりも小さな i は1だけですから、この時にはこういう組み合わせがあって、それからもし j が3だったらば i は1か2を取ることができます。ですのでまず i が1を取った時はこういう組み合わせ、それから j が3に対して i が2を取った時にはこういう式と。以下、同様にどん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 かけていって、最後に、今度は J が N で、I が N-1 の組み合わせですね。を取るまで、ずっと、いろんな組み合わせを取りなさいと。で、こうして計算されるのが、置換シグマの符号と呼ばれる式です。ここまでいいですか？で、この置換シグマの符号と呼ばれるものは、一体何かな、数でしょうか、式でしょうかっていうのを考えて、見ますと、i と j というのはどちらも自然数なんですね。で、そうすると分母は、自然数、整数の差を取ったものですから、全部整数だと。で、分子は何どうかっていうと、シグマの何とかっていうのは結局、例えばシグマの3っていうのは3を
置換シグマで移した値ですので、やはりこれも自然数なわけですね。そうすると分子も自然数の差だということは、まあ整数なわけですね。で、そうすると分母は整数の積で、まあ、分子も整数の積だから、まあ、少なくとも何かの数にはなっているという察しはつくと思います。でこれから実際にその、シグマの符号イプシロンシグマがそのどういう値を取るかというのを、まあ、これから追って調べていきます。さて、まあ皆さんね、人によってはその一体こういうなんかこう奇妙な式を定義して一体これがどういう意味を持つのかとこう疑問に持つ人も結構いるのではないかと思いますけれども、ここで少しそのこの符号の置換の符号を定義するこのイプシロンシグマという式の意味をちょっと意味に触れてみたいと思います。ここでですね、その以前この授業で取り上げた置換の例をもう一回取り上げてみたいと思います。それはどういう置換だったかというと、1,2,3,4,5 とあったものを2,5,1,4,3に移す、こういう置換ですね。最初に置換の定義をやったときにこういう例を出しましたが、これをもう一回今回ちょっと取り上げて話をしてみたいと思います。でそこでですね、もう一度振り返ってみますと、実はその置換の話を最初に導入したときに、こういう図を描いたのをちょっと思い出してみてください。左側と右側にオメガと書いて、で、こうそれぞれにこう1から 5までの数字を振りました。で、このシグマというのがこのオメガからオメガへの写像ですっていう話をしまして、で、このシグマによって、この図の左側の1から5までの数字がこう右側にどのようにふうに移りますかっていう話、矢印を引っ張ったのを思い出してみましょう。多分ちゃんとこれを図をノートに書いてる人は多分何回か前の講義ですね、いつだ。に、あると思います。で、一応、まあ、ノート取ってない人は今ここでノート取ればいいですので、実際にこれ計算してみながら矢印書いてみますと、まず、このシグマによってこう1は2に移ると、それから2は5に移って、3は1に移る、で4は4に移る、で5は3に移ると、こういう図をですね、置換の導入の時に書いたと思いますので、もう一度思い出してください。で、今回はその置換の符号を考えるために、前々とは逆でですね、この図を使ってその置換の符号の意味するところを見ていきたいと思います。で差し当たり、この図って呼んでいますけども、一応数学だとちゃんと何か名前を付けた方が適切ですので、これをですね、
この痴漢シグマのグラフと呼ぶことにしましょう。そしてこの左側の数字と右側の数字をこの結ぶ矢印ですね、この例えば i からシグマ i を結ぶ矢印を辺と呼ぶことにします。辺 i シグマ i と書いて、例えば辺1に1から2ですね、左側の1から右側の2を結ぶ矢印のことを辺1、2というふうに呼ぶことにしましょう。ここまでいいですか？一応その痴漢の符号を考えるために、この前痴漢を導入したときに書いた図をですね、改めて引っ張り出して、これをまあ痴漢のグラフと呼びましょうと。でこのグラフに現れるこの左側の数字と右側の数字を結ぶ矢印のことを辺と呼ぶことにしましょうと。まあこれを見ながらちょっと少しその痴漢の符号の定義意識を考えていきたいと思います。ここまでいいでしょうか。はい、そこでですね、さてこのイプシロンシグマという式に現れる因子ですね、因子というのはそのこのカッコでくくった一つ一つの有理式のことを言います。ここでは言いますけれども、この分母が J-I で、分子がシグマ J マイナスシグマ I という形をしています。で、まあ必要なことは、これから調べるのは、それぞれがこれどういう意味を持つのかっていうことを、この式の性質を見ながら調べていきたいと思うんですが、まずいくつか気がつくことを書いていきましょう。ここまで皆さんノートは大丈夫そうですかね。でまず、この式の分母J-I という値になりますが、この J-I って正か負かと呼ばれたら皆さん何と答えますか？正だと思う人、負だと思う人、ゼロだと思う人、よくわからないという人、分かってるけどちょっと自信がないから手を挙げてない人もいますかね。はいはい。正解は、正です。まあ、ほっとした人も何人かもいるかもしれませんが、なぜかというと、今、このイプシロンシグマの、取った時のこの π の記号の下にですね、j が i より大きいという条件がありますので、j-i は、必ず正です。これはその π の積を取った時の条件よりですね。ですのでまず分母、この π、
イプシロンシグマの定義式に現れるこの分母は全部正だということに注意しましょう。で、問題はその分子の方なんですけれども、分子はシグマ J マイナスシグマ I という形をしていました。で、これが、正か負かっていうのは、皆さんどう思いますか？正になると思う人、負になると思う人、正にもなるし負にもなるんじゃないかと思う人。はいはいはい、分かりました。結構皆さん勘のいい人が多いですね。そうです、正解は、正にもなるし負にもなります。で、大事なことはどんな時に正になってどんな時に負になるかってことです。例えばそうですね、J と I ですから、でしかも J が I より大きいですから、例えば J と I の組み合わせで1と3をと考えてみましょう。1と3っていう、今は J を3として I を1とした時なんですけれども、そうするとこれシグマで移したものの、差を考えますから、3をシグマで移すと1なんですね。で、1をシグマで移すと2です。ですので、この場合は、シグマの3引くシグマの1っていうのは結局1引く2ですから、負になりますね。で、一方で、例えばじゃあ、J を2として I を1としてみましょうと。そうすると、シグマの i は2ですけれども、今度はシグマの j が5になります。この場合は、シグマの j 引くシグマの i というのは、正なんですね。5引く2ですから。で、さっきの例とこの例で、何が違っていたか皆さん気がつきましたか？実は、この、i からシグマ i へ伸びるこの辺と言いました、この矢印ですね、この辺とこの j からシグマ j へ伸びるこの辺がですね、交差していると負になるんですね。交差していなければ正だという点に注意してください。ですので、分子このシグマ j マイナスシグマ ai はこの辺ですね、グラフの辺、i からシグマ i へ伸びる辺と、j からシグマ j へ伸びる辺が、交差していなければ、正で、交差していると負と、そういう性質を持っています。で、実はそれを考えますと、じゃあ例えばこのシグマのですね、グラフを見たときに、そのどの数字の組み合わせでをシグマで移したときに、そのグラフの辺が交差しているかっていうことを、こう調べると分かるわけですね。例えば、先ほどやったように、J を3として、I を1として、これをシグマで移せば、ここでグラフが交差しますと。辺が交差しますと。それからあとは、例えば、J を3として、I を2とすれば、それをシグマで移したときに辺が交差しますと。あとは、そうですね、2と5の組み合わせでもここで交差しますし、それから、あと4と5の組み合わせのときにここで交差しますし、
それから、これは何だ ?2 と4か。2と4の組み合わせのときにここで交差しますというふうに、その全部で、このイプシロンシグマに出てくるこの i と j の組み合わせの中で、その、シグマで移したときに辺が交差する組み合わせっていうのが、全部で1、2、3、4、5組あるっていうのが、このグラフからすぐに読み取れるんですね。で、ということは、先ほど言ったように、そのグラフ、辺が交差しているところでは、この分子が負になるっていうんで、その、まあ、いっぱいこう分子が、の因子があるんだけども、その中で負になる組っていうのは、ちょうど1、2、3、4、5組あるということが、こう、このグラフから分かります。そうすると、よってですね、そのイプシロンシグマの値の正負なんですが、正負はこのシグマのグラフの、まあ、辺の、まあ、交点の個数が最終的にはこれ交点の個数が偶数ならば正なんですね。ということはまあ何でかっていうとそのまあマイナス負の数がこう何個かあったときに負の数をかけ負の数が偶数個あればその負の数をかければ正になりますよね。で逆にこの辺の交点の個数が奇数になりますと、この分子がですね、負になるものが奇数個現れますから、イプシロンシグマのは負になると。まあ、そういうことがここまでの考察で分かるわけです。で、ここまででそのイプシロンシグマの正負というのはそのシグマのグラフの辺の交点の個数が偶数か奇数かによって正か負かになるということまで分かったんですけれども実はもっと強いことが言えます。結論から言うとこのグラフの辺の個数交点の個数が偶数の場合にはこのイプシロンシグマの値は1になってで奇数の場合にはこのイプシロンシグマの値がマイナス1になるということがこれからの議論で示されます。でそれをちょっとやりましょう。まあ、だんだんですね、こういう話になってくると、やっぱり、ちょっと面倒だなと思う人もいるかもしれません。確かに皆さん、ここまで、こう、この授業の中で、ついてきただけでも、よくやってる子だと思います。もうちょっとですから、頑張りましょう。で、さらにですね、ちょっと大変ですけど、この例で、この例の、この置換の場合の、このイプシロンシグマの、式をですね、全部書いてみたいと思います。まあ、上の例では、先ほどの定義式に従って、まあ、全員、皆さん全部写す必要ないと思うんですけれども少なくともそうですねこの黒板でこの、まあ、僕が説明している内容を理解してもらえれば十分だと思いますので、まあ、適宜まあ必要な部分を写してください。で、3そうですね J が3の時には i として取り入れる値は1と2になりますね。で次に j が4を取りますので、今度は4に対して i が1の場合。で、今度は j が4に対して i が2の場合。
で、J が4に対して、I が3の倍ですね。あともう少しです。今度は、この J として5を取らなきゃいけないので、あと4個書きます。J が5で、I が1の場合。J が5で、I が2の場合。J が5で、I が3の場合ときて、最後に、J が5で、I が4の場合と。で、今の例ですね、今の例に出しているシグマにおいて、このイプシロンシグマを全部きちんと書き出してみると、こういう式になるんですが、で、大事なことはですね、この上の分母っていうのは、例えばこの2と1とか、それから3と1とか、それから3と2っていうのをそれぞれシグマで移した、値の差なんですね。で、ところがこのシグマというのは今の例ですとこの1から5の数字の間のその全体差という性質を持った置き換えですから、そうすると実は例えばここを取り出してみます。ここを取り出して実際にシグマの2とシグマの1を計算するとシグマの2はこれ5ですよね。それからシグマの1は2です。そうすると、5マイナス2というのがここの分子の実際の値なんですけれども、実はこの5マイナス2というですね、値が必ず分母のどこかに存在するということに注意してください。この場合ですと、ちょうどここにありますよね。で、同じように、シグマの3と次の項に関しても、シグマの3が1で、それからシグマの1が2ですから、1マイナス2というのがここの分子の値になるんですが、で分母は実は、大きい数字から小さい数字を引いているので、1マイナス2というのはないんですけれども、これ符号をひっくり返して2マイナス1という組み合わせは必ずあります。ここですね。というふうにそのこのシグマのがその置換であるという性質から、このイプシロンシグマのこの各すべてのこの分子に対して。それと等しいかマイナス1倍に等しいような分母というのが必ずどこかに存在します。というのがポイントなんですね。一応もう一回文章で書きますと、そうするとシグマというのはこの今オメガですね、1から5までの数字の集合の全端者ですので、その分子の2のシグマ J マイナスシグマ I に対して、分母にも、まあ、プラスマイナスいずれかなんですが、シグマ J マイナスシグマ I となる因子が、大事なことは、
そういうものがただ一つ存在するというところです。2つも3つもあってはうまく定義できないんですね。うまく計算がうまく、辻褄がうまく合わないです。ただ一つだけ存在するというのが大事なところです。そうしますと何が言えるかっていうと、実はこのこのイプシロンシグマの各分子の値がですね、この分母のどこかとその絶対値は全部打ち消し合うので、それぞれが値が1かマイナス1になってしまうということが、この話から分かります。よって、分子のシグマ J マイナスシグマ I の絶対値は、その分母のまあ因子の一つのみとキャンセルし合うと。ということがその今の話から分かりまして、で、ゆえに、そのイプシロンシグマというのは、そっか、もうここで補題に行っちゃっていいですね。ということで、補題1としまして、補題1としまして、任意の SN の置換シグマに対してこのシグマの符号というのは、1かマイナス1ということが言えます。実はそのまあこれを言うために、この今まで15分か20分ぐらい延々と議論をしてきたんですけれども、こういう性質がですね、このシグマのグラフの様子を見ることで皆さんにも分かってもらえればというふうに思います。でさらにあとは教科書のその記述にほぼ沿って説明しますと、ここから先は詳しい証明は省略しますけれども、この SN の置換シグマとファイに対してこの積の符号ですね、このシグマ丸ファイというこの置換の積の符号というのは、実はこのシグマの符号とファイの符号の積になるということも示されます。これはですね、教科書で言いますと、教科書69ページ、実は今その教科書68ページから69ページに書かれてある定理 3.4、置換の偶記は決まるという定理を、いくつかの補題という形のステップに分けて示していますけれども、その中で今黒板に書いた補題2というのは、この教科書69ページの上半分の方に部分に証明が書かれています。で、多分この式を読み解くのはそれほど難しくはないと思いますので、これはちょっと皆さんにお任せしますので、各自で読んでみてください。で、さらに補題3なんですが、
お題3は、五感の方法ですね。SA の任意の五感。これを F と置きます。F を、IJ というふうに置きまして、I と J という2つの数字を入れ替えるということにしましょう。ただし、I と J に関しては、こういう対象関係がついているものとします。で、五感の符号はどうなるかというと、実は五感の符号は必ずマイナス1になるということも示されます。これについてもその証明は教科書の69ページに書かれているので、それを読み解くと理解できると思いますが、それとは別にその先ほどのその F のグラフを使ってそのグラフのその辺の交点の個数からも導くことができます。でその辺グラフを使った証明は僕の講義ノートの方に書いておきましたので興味のある人は後で見てください。で、今までのその、補題1、補題2、補題3を合わせますと、実は次のことが言えます。これが教科書の68ページにあります、定理 3.4 なんですけれども、この任意の置換シグマを五感の積で表すとき、その個数の偶記はすなわちそのシグマを五感の積で表したときにそこに現れる五感の積が五感の個数が偶数になるか奇数になるかっていうのは実はその積の表現の仕方に関係なく定まると。だから、シグマが一たび決まれば、それを五感の積にこうばら分けて表したときには、その五感の積の個数には違い、いろんな違った表し方はあるかもしれないけれども、偶数か奇数かは必ず一つに定まるというのが、ここで言っている定理です。それが、表現の仕方に、関係なく定まると。ということでこれはある意味ではその与えられた置換の性質を定める一つの指標であるということができると思います。すなわち与えられた置換を五感の積で表したときに、その五感の積の個数が偶数項になるか、奇数項になるかということで、その置換を分類できるということですね。ということで、それを分類したものが、その偶置換とか奇置換と呼ばれるものですので、その定義を書きましょう。偶置換とか奇置換の定義なんですけれども、
この内線の置換シグナが最初に偶数この互換の積で表される。これは実はその先ほどの置換の符号の言葉で言うと、この符号イプシロンシグマが1に等しい場合ですね。でこの時にはシグマを偶置換と言います。で逆にこのシグマがですね、奇数個の互換の積で表されるんだという、でこれは先ほどのその置換の符号でいうと、この符号イプシロンシグマがマイナス1の時ですね。でこの時このシグマを奇置換と言います。まあ一応その偶置換奇置換の偶とか奇という言葉が、その互換の積の個数が偶数個か奇数かの偶とか奇に対応しているので、まあ、それなりに覚えやすいとは思うんですが、一応このように表すということを覚えておいてください。ここまでいいですか。これでようやく行列式を定義する準備が整いましたので、今日の最後はその行列式の定義をしましょう。ちなみに教科書の70ページ71ページには置換行列という概念についての説明がありますけれども、これはこの行列式の定義の後でも出てくる話ですので、とりあえず今日は、多分演習の方でも早く行列式に進んだ方が良いと思われることもありますので、行列式の定義をしてしまいます。じゃあ残り時間あと少しですけれども、行列式の定義と展開と。で、教科書では72ページに入ります。72ページを開いてください。で、まず、この定義の 3.3 というところに行列式がありますので、書きましょう。行列式なんですけれども、このまあ A、 久々に出てきましたね、行列が。最近地下の話ばっかりやってましたから、こう行列に語が出てこなくて寂しがってた人もいるかもしれませんが、まあ行列 A がありまして、これ N 次成功行列です。でこの A に対して、とりあえずその皆さんが理解できるかどうかはさておいて、定義式だけ先に書いてしまいましょう。
シグマを SN から取ってきますと。ほんで、エプシロンシグマをかけて、A の1、シグマ1、A の2、シグマ2から、A の N、シグマ N。まあ、こういう式ですね。こういうものを全部加えた式を、A の行列式と言います。英語では determinant と言いまして、まあ、この determinant の頭文字を取って、まあ、det の A ですとか、それから、まあ、絶対値の記号ですね。なので表します。で、じゃあこのですね、定義っていうのはちょっといまいち分かりにくいかもしれませんけれども、じゃあ例えば、まあ、4×4 の場合ですね。4×4 の場合、どういうことやってるかっていうと、まあ、ちょっとこれは時間があまりないので、皆さん、移す必要はないんですけれども、定義から言うとですね、この A の1なんとか A の2なんとかっていうのは、これ、第1行の要素なんですね、成分。それから A の2なんとかは第2行の成分ときて、最後、第 N 行の成分を取ってきてかけなさいっていうんですけれども、大事なことは、この何列を取ってるかってことですね。第何列っていうのは、実はこれ置換でよって決めるので、その、例えば、そうですね、最初の1行で第4列を選んだとしたら、後の2、3、4行ではこの4列を選ばないというのが大事なことです。で、例えば、そうすると、第2行ですと、あと選べるのはこの1列目か2列目か3列目のどれかですから、例えば、第2列を選ぶと。そうすると、あと、第3行では、第1列か第3列を選ぶので、例えば第3列を選ぶ。そうすると、第4行は必然的に第1列に決まるというふうに、この、それぞれの、この項はですね、その、行列の各行から1個ずつ要素を取ってきてかけなさいと。しかも、この列に関しても、各列から1個ずつ、ただ1個ずつその成分を持ってきてかけなさいというふうに決めることになっています。でさらに、ここにその符号がありまして、この符号がどのようにこの項のですね、成分を決めるかというと、こっから下三角の成分ですね、この下三角の成分で、今これ1個だけ選ばれてますけれども、この下三角の成分で選ばれた個数がですね、偶数個だと、この項がマイナス、この項がプラスの1になって、それから奇数個、この下三角の中で選ばれると、この符号がマイナス1になるというのも気をつけてみてくださいというか、そういう定義になっています。これで覚えておいてください。はい。ということで、ちょうど時間になりましたので、じゃあ今日は行列式の定義まで行きました。で、まあ、演習の方でもですね、行列式の計算をよくやっておいてもらいたいと思います。それで一応注意なんですが、
次回金曜日は講義はありませんが演習はありますので皆さんぜひ来てください。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。